ロングノーズガーはガー科のレピソステウス属に含まれる淡水魚の一種。種小名のオジースはラテン語で骨を意味する。1758年にリンネによって記載された。ガー目のうちでは最も早く記載された種でレピソステウス属のタイプ種でもある。分布域はガーの中で最も広くかつ最も北まで分布する。北端はカナダのケベック州。 南端はメキシコ北部にあたる。河川では水生植物が多く流れの穏やかな場所が生息場所となる。大規模な河川に多い。湖では最も北に位置するスペリオル湖を除く五大湖にも生息する。奇水域にも生息している。レピソステウス属に含まれる4種のうちでは最大になり、全長2メートル、体重22.8キログラムの記録がある。また、 ガーの中で最長の糞を持つことや、細長い体が特徴として挙げられる。体型がニードルガーに類似するが、系統は全く異なる。頭部の形状がガビアルに似ていることから、レピサースティアスガビアルロスサペド1803という学名が付けられたこともあった。細長い糞は、水の抵抗を減らし、動きが速い小魚を捉えることに適している。 中連進化の一例とも言える。一方で、対照的な噴を持つアリゲーターガーは、動きが鈍い大型魚を捉えることに向いている。浮き袋が、肺の機能を持ち、空気呼吸ができるため、水中が無酸素状態でも生存できる。しかしその一方で、空気呼吸ができない魚に比べ、エラ呼吸の機能は、低く、それだけでは生存できない。これは、すべてのガーや肺魚。 カムルチーなどにも言えることである。実際に、水面と蓋の間の隙間が塞がったため、空気呼吸ができない状態に陥り、死亡した例がある。北部の個体群を、エル・オジース・オクスイリンカス、南部の個体群を、エル・オジース・オジースという、二つの亜種に分けられることもある。食性は、他のガート同じく肉食性で、主になどの小型の魚類や、甲殻類を食べる。 糞が細いため大きな獲物を捕獲することはできない。繁殖期は地域によって異なるが、4月下旬頃に群れをなして河川を遡上する。5月下旬から6月上旬にかけて産卵する。一個体のメスと複数のオスによって行われる。場所は河川における浅い場所で、水生植物やメスが掘ったくぼみに産み付けられる。一個体で約2万7千個の卵を産む。 卵は川底の石に粘着する。オスは約11年、メスで約22年生きる。現存する世界最高齢個体は1977年3月1日生まれのもので2020年現在も神戸市立スマ海浜水族園で飼育される。日本国内で飼育される魚類の中でも最高齢である。体長約50センチメートルと小さく。 性格は、おとなしいとされる。1995年の阪神大震災では、停電による酸欠で、多数の魚類が死亡する中、ガートクユーの肺呼吸で生き延びたという。1977年の産卵成功は、世界初の繁殖でもある。渡辺下級、川の魚、岩崎書店、1995年、P37、月間アクアライフ、2005年8月号、 マリン企画、P56 アンドリューキャンベル、ジョン・ドース、海の動物百科に魚類愛、朝倉書店、2008年、P24 その名前から、ガーと間違えられやすい。ロングノーズガーアンドリューキャンベル、ジョン・ドース、海の動物百科に魚類愛、朝倉書店、2008年、P25、ハット ABCD イスマ海浜水族園2013年3月2日、神戸市、 すま海浜水族園今年も国内長寿記録を更新。3月1日で36歳になります。神戸市どれも2013年3月2日閲覧。ありがとうございます。